こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では自宅にいながらファッションを楽しむコツというテーマでお話をしたいと思っています。この動画を撮っている今現在なんですが、4月の初旬なんですね。皆さんもご存知の通り、最近はですね、なかなか週末外に出づらい環境なのかなと思っています。それは僕自身もそうで、いつもだったらですね、僕は土日は外に出てることが多いんですね。お客様と一緒にいろんなお店を回りながらですね、その方に似合うファッションを提案するという仕事を僕はメインで行っているんですが、その仕事が入ることが多いんですが、先週末土日はですね、百貨店ですとかルミネ系ですとか様々なアパレルショップがお休みになったんですね。僕はスタイリストとしてもう11年ぐらい活動していますが、こんなことは初めてですね。ちょっと今までにはない事態になっていて、僕自身もですね、まだそわそわしている部分があるんですね。この動画を見ていただいている皆さんもですね、きっと土日外になかなか出れずにですね、ご自宅で過ごされる方も多いかなと思います。そんな中でも僕たちはファッションを楽しむことってできると思うんですね。このようなことって長い人生の中でそう起こることではないのかなと思っています。ですので、せっかくだったらこの期間にしかできないことを皆さんにご提案しながらですね、自宅でファッションを楽しむということをですね、ご提案してみたいなと思っています。まず1つ目、皆さんにやっていただきたいことなんですが、今の皆さんのファッションというのを改めて見直していただきたいなと思ってるんですね。多くの方は学生時代とそんなに大きくファッションが変わらないまま今現在に至っているのかなと思っています。だいたい選ぶような服のテイストも変わらないし、買い物するお店も変わらない、そういう男性が多いと思うんですね。その状態だと20代であればなんとか逃げ切ることができるんですが、30代中頃から40代になるとやっぱりですね、自分の雰囲気と20代の頃の感覚ってやっぱりずれてくるんですね。その結果、なんかそれが違和感となって感じる方も多いかなと思うんですね。そこで見直していただきたいのが、今持っている服と今の自分はマッチしているのか、そこに違和感がないのかというのを改めて確認をしていただきたいんですね。自分自身も年を取るわけですから、その今までの服と合わないってことは出てくるかなと思うので、ここで一旦服と向き合うこと、これをですね、皆さんにぜひお勧めしてみたいなと思っています。また自分も変わるし、時代も変わるわけですね。ファッションっていうのも緩やかに日々変化するものなんですね。ですので 3,4 年経つとやっぱりこう雰囲気が変わってくるんですよ。ベーシックなアイテムでもサイズ感が変わったりですとか、ディティールの見せ方が変わったりですとか、そういうちっちゃな変化があるわけなので、今持ってる服が今の自分に合ってるかどうかっていうのをですね、ぜひ確認をしていただきたいなと思ってるんですね。この自分自身のファッションを見直すという点ですごく便利なのが2点目になるんですが、クローゼット整理をするということなんですね。クローゼットの中というのは今までの自分の感覚で選んできた服がいっぱい並んでるわけなんですね。その中の服を見ることで今の自分とこれ前の服がマッチするかどうかが確実に分かるのかなと思っています。そしてこの機会だからこそですね、ぜひ皆さんに思い切った整理整頓をしていただきたいなと思ってるんですね。クローゼットの中を見てたくさん服があったとしても、その中で気に入っている服、よく着る服というのはもう本当に限られていると思うんですね。中には全体の1割ぐらいしか使ってないという方もいるのかなと思っています。どんなにたくさんの服を持っていても気に入っている服というのはごく一部のみっていうのは男性にはありがちなんですね。ですのでこの機会にもう随分着ていない服だとか、5年以上前に買った服ですとか、着ていてワクワクしない服、こういったものはどんどん手放してみてください。こんまりさんじゃないですけども、クローゼットを開けてときめかない服はどんどん手放すということをやっていただきたいなと思っています。明確な基準をいくつかお伝えすると、まずは5年以上前の服は手放すこと、これが大切ですね。5年経つとやはりトレンドも変わっているので、そういったものは手放した方がいいと思います。そして2点目、着ていてワクワクしないもの、テンションが上がらない服はどんどん手放した方がいいと思います。一度自分のファッションをリセットして、今の自分に合う服、今の時代に合う服というものをもう一度整えていくということが、この時期だからこそできることなのかなと思っています。そして3点目です。クローゼットを整理して残った服を見渡しながら、この服にはこのパンツを合わせようという形でコーディネートを明確にすること、これをぜひやっていただきたいんですね。毎朝皆さん服選びに必ず迷うと思うんですよ。
それはなぜかというと、この服にはこれを合わせようっていうものが確定してない状態だからなんですね。ですのでこの機会にぜひ鏡の前に立っていろんな服を合わせながら、このトップスにはこのパンツを合わせようというのを明確に決めていただきたいんですね。そしてこのトップスにはこのパンツを合わせようというようなコーディネートが確定したら、自撮りをしておくといいかなと思います。いくつかのコーディネートパターンを決めてしまって、それをスマホで記録しておけば、毎朝服に迷うことは圧倒的に少なくなるのかなと思っています。結構コーディネートが苦手な方というのは、準備がちゃんと整ってない方が多いかなと思うんですね。僕なんかは新しい服を買ったら、必ずその日のうちにこの服にはこういう服を合わせようっていうのを決めてしまうんですね。そこで決めてしまわないと、いざその服を着るときにこれってどう合わせようかなって考えるのが面倒くさくなって、結局着なくなってしまうんですね。ですのでコーディネートをもうあらかじめ決めておくっていうのは非常に大切なので、この期間にですね、ぜひ鏡の前に立っていろんなコーディネートを試しながら、これは鉄板だというものを写真に撮って決め打ちをするようにしてみると良いのかなと思っています。そして最後4点目なんですが、今なかなかですね、外に出て買い物をする、服を見るっていうのが難しい状況かなと思っています。特に土日に関してはお店がやってないってこともあったりするので、こういう時にぜひ活用していただきたいのが通販なんですね。まあ、通販に関してはやはり賛否両論があって、直接お店に行って試着をして、サイズ感ですとか生地の風合いを見ながら買う方がいい、これはよくわかるんですが、こういう時だからこそぜひ通販というものを開拓していただきたいなというふうに思っています。今はとても便利な時代で、通販のメリットもものすごくたくさんあると思うんですね。例えば実店舗に行くと服がたくさんありすぎて、その中から目当てのものを見つけるのも結構難しいと思うんですね。でも通販であれば割とこうカテゴリー別にしっかりと並んでいるので、目当ての商品ってなかなか見つけやすいかなと思ってるんですね。あともう一つ通販ならではのメリットなんですけども、実際にこう比較検討がしやすいんですね。例えばシンプルなネイビーのジャケットを探すとなると、お店に行って探すとなると、やっぱり 2,3 店舗回るのが限界かなと思うんですね、体力的に。でも通販であれば、例えば ZOZO なんかを使えばネイビージャケットで検索すればかなりの数を見つけることができるんですね。その中で比較をしながら自分の本当に気に入ったものを見つけることができるので、そういった点は実店舗よりも明らかにメリットがあるのかなと思っています。そして通販ならではのメリットもう一つあるんですが、例えばこれが欲しいなと思ったネイビージャケットが見つかったとします。そのネイビージャケットを店員さんはどう着てるのかっていう、スタッフのこう着用事例みたいなものも通販サイトにはいくつか写真が載ってたりするんですね。それが結構参考になるんですよ。お店でネイビージャケットが1着かかっていても、それを着たらどうなるのかってなかなかイメージがつきにくいじゃないですか。通販であればそれを使って具体的にコーディネートしている写真まで見れるので、結構イメージが膨らみやすいんですね。ですので通販にはメリットっていうのは確実にあるので、ぜひ様々な通販サイトを見ながら買い物をしていただきたいなと思っています。まあ、通販の使い方に関してはまた改めてかなり詳しく解説した動画を用意してますので、後日アップしたいなと思うんですが、2つだけ大切なコツをお伝えしたいなと思うんですが、まず1つ目は、実際に買ったことがあるお店でしか通販では買わないというルールを設けるといいかなと思っています。例えばユニクロですとか、セレクトショップのグリーンレーベルですとか、エディフィス、こういったお店では実際に買い物をしたことがあるとします。そうすると大体そのお店のテイストだとかサイズ感って分かると思うんですね。そういうお店であればオンラインで使っても OK です。一方で今まで買ったことがないお店でいきなりオンラインで買ってしまうと、やはりイメージが違かったということが意外と多いんですね。ですので実際に買い物したものだけに絞ってオンラインで買い物すると、失敗率は結構下げることができるのかなと思っています。あと2つ目なんですが、オンラインの買い物ってやっぱりなんだかんだ失敗しやすいところもあったりするんですね。実際に着てみたらサイズがちょっと合わなかった、生地の質感がいまいちしっくりこなかった、こういうことはよくあるんですね。ですので通販で服が届いたら、丁寧に箱から商品を出して袋から実際の服を取り出してください。ガサツに破らないように気をつけてください。そして気に入らなかったらそれはぜひ返品をしてください。返品をある程度想定しながら通販を使うとすごく便利なのかなと思います。僕もスタイリストという仕事をしていて、一応プロなんですが、それでも通販で失敗すること未だに多いんですね。ですので通販で買った時には、実際に試着をして気に入るまでは丁寧に袋とか箱を取っておくようにしています。
そして気に入らなかったらぜひ返品をしていただくといいと思うんですね。この返品作業を含めた一連の通販の流れというものをある程度経験しておくと、もう少し気軽に通販を取り入れやすいかなと思っています。ぜひ今まであまり通販を使ったことがない方も、この機会だからこそオンラインショッピングというものを試して楽しんでいただきたいなと思っています。ということで今回はですね、自宅にいながらファッションを楽しむコツということで4点お伝えをしました。まず1点目は自分の今までのファッションというものを見直してみるということ、そして2つ目がクローゼットの中を整理をしてみるということ、そして3点目は残った服のコーディネートを考えてスマホで写真を撮っておくということ、そして最後4点目は通販を有効に活用するということですね。この4点というのはなかなか日常生活の中では取り組む時間がないと思うんですね。こういう時期だからこそ取り組みやすいものだと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。僕自身もですね、実際決まっていた仕事が延期になったりして土日に時間のゆとりができたりしています。ですのでこの時間を使ってファッションの見直しをしたり、クローゼット整理をしたり、あとはまあ家族との時間を大切にしたりしながら過ごしたいなと思っています。ぜひ皆さんもこの期間だからこそできる素敵な休日をお過ごしいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。